この子に平穏な毎日を過ごさせてくれ、か。気軽に面倒事を押し付けられるのは死んだ奴の特権かね。まあ、いいと言ってしまったわけだしな。できるだけやってみるとするか。まさか笹ばとりでの起爆装置まで起動するなんて。どうやら招かざる客ってやつが来たみたいね。の村をこんな風にぶち壊すなんて、ただじゃ済まさないんだから。雷竜まで召喚したみたいだけど、一体何が起きたの？武士の奴らが攻めてきたんだ。僕たちは今、砦にいる仲間を助けに行くとこ。何よあれ？あれは洞窟で見た機械傀儡だ。こんなに早く出てくるなんて。あのでかい奴はやばいぞ。黒たちは大丈夫かな？黒たちも来たの？ならここは私に任せなさい。急いで黒たちを助けに行って。ラジャー、カラコも気をつけてね。雷竜、行くぞ。